何でしょう。あなたが高原の魔女アズサさんですね。はい、そうですが、冒険者さんが何の用でしょう。あなたと腕試しをさせていただきたい。私、薬草を取ったりして細々と暮らしてる魔女ですよ。私なんかと戦って何の意味が。ここにレベル99の魔女がいると聞いてきました。なあはははは、誤解です。石板が壊れて変な数値が出ただけで、私の実力はせいぜいレベル10、いやレベル3ぐらいか。嘘をついても無駄です。あなたの体からは溢れんばかりの魔力が漂ってます。とんでもない大物なのは間違いない。わかった、では手合わせしましょう。ただし条件があります。私が勝ったら高原の魔女は大したことなかったと言って回りなさい。私はできることなら戦いたくないんです。この縁から出たら負け。一回出た人は退場ね。そっちは全員が出たら負けで。では始め。風よ、今こそ我のしもべとなりて吹き荒れよ。なるほど、竜巻の魔法ってこう使うのか。なるべく弱く弱く。風よ、今こそ我のしもべとなりて吹き荒れよ。逃げろ。